あ、いいですか。はい、洗濯屋太郎の染み抜き動画です。はい、今回のご依頼いただいたお品ですね。はい、カシミヤのコートになりますね。はい、いいですかね、カシミヤのコート。はい、牛乳をね、こぼされたということでね、かなりね、広範囲に、まあ、こぼれているか、まあ、付着している感じなんですけれども、はい、この大きいところですね、よく見ていただくとね、少しおそらく吹田職人に慌ててこすられたんだとは思いますけれども、少し毛並みの乱れですねが、生じた状態になっております。はい、それではまあ進めていきますが、まあ、カシミヤのコートに対して、牛乳のシミということで、牛乳のシミはまあ、タンパク質にありますよね。でそれに対して、このカシミヤですね、カシミヤも、まあ、タンパク質が主成分になりますので、非常に結びつきやすい、組み合わせになります。ということはね、シミ抜きをする上では非常にね、付着状況としてはね、相性の悪い組み合わせになります。ですのでね、まあ、場合によってはね、かなり、難しい、処理にはなってくるんですけれども、はい、まあ、まずどこまでできるかですね。どうしようかな。裏地もね、少しデリケートな素材なんでね、薬品に対して、弱い場合がありますんで、まだね、そこまで強く定着してなさそうなんで、今この、一帯を少し処理してみたんですけれども、まあ、なんとかいけそうですかね。これがね、もう少し時間が経ってくると本当にね、強固にね、定着しますんでね、もうそうなるとね、なかなかね、手に負えないシミになる場合もありますんでね、まあ、なるべく早く、お持ちというか、まあ、ご依頼いただいたことでね、まあ、不幸中の幸いだったんじゃないでしょうか。とりあえず、まあ、ここの1箇所ですね、まあ、やってみましたんで、はい、引き続き、進めていきたいと思います。はい。